こんばんは。今日は第8回コロフォレスタの定期演奏会にようこそお越しくださいました。創立以来ですね、ずっと携わらせていただいております、指揮をしております飯森と申します。よろしくお願いいたします。で、今喋ってるのがテンションが低いわけではなくて、ちょっとですね、ここ数日急に寒くなったことで喉をやられてしまってですね、朝起きると声が出ないっていうのが数日続いておりまして、今ちょっとやっとの思いでちょっと声を振り絞っておりますので、ちょっとお聞き苦しいところがございましたら本当に申し訳ないんですけども、ゆっくりはっきり喋るようにいたしますので、お許しいただければと思います。8回目を迎えました。今回は前半にオルガンのソロ、ポジティブオルガンと言いますけれども、非常になんか骨董品のようなオルガンですけれども、いい音がするんですけれどもね、このオルガンの浅井さんの、オルガンでですね、アベマリアばかり4曲演奏させていただきます。そして後半はバッハが作りましたミサ曲ご単調、これを、キリエそしてグロリア、このシーンを、今日はお聴きいただこうと思います。実際はですね、一番最後も、ドーナーノビスパーチュエムとか、たくさん その後まで続くんですけれども、結構このキリエとグロリアだけでご単調ミサをね聴いていただくというコンサートは、世界中でもかなり頻繁に行われているようでございますので、今日はそのグロリア、神への栄光という非常に、何て申しますか、神を称えて明るく、吠えるそのパターンで、今日は明るく、お帰りいただこうかなということで、このキリエグロリアだけ演奏させていただきます。とは言いましてもですね、1時間ちょっと超えてしまいますので結構長いんですね。ですけども、今日はかなりお楽しみいただけるのではないかと思います。と申しますのは、合唱の皆さんも、まずはそうですね、前半のことからちょっとも補足いたしますとですね、皆様のお手元のプログラム、6ページ目、見ていただきますと、このアベマリアというこの、ラテン語ですね、これの解説が書いてございます。まあ、やあマリアとか、こんにちはマリア様とか、おめでとうマリア様とか、まあ、いろんな意味があるんですが、このアベマリアというこの単語といいますか、この言葉を使っていろんな作曲家がさまざまな作品を書いてございます。で、今日はその中から特に有名な、4曲、これを皆さんにお聴きいただこうと思います。エルガー、グノー、ブラームス、そしてラフマニノフと、それぞれですね、アベマリアという、そうですね、アベマリア、オラ・プロノービス、要するに何かと言いますとですね、マリア様、オラ・プロノービスというのは、オラというのは祈ってくださいという意味なんですね。プロノービスで、ノービスというのは、私たちのために、私たちですね。で、プロというのが、イタリア語だったらペールですね。ドイツ語だったらフューアで、それから、まあ、イタリア語だったらペールかな。で、この、言葉、すごく大事なんですけども、ノービス、私たちは罪人なんですね。この、現世でですね、いっぱい罪を犯してた。で、この罪をなんとか、許してくださいと。で、それを許していただくために、なんとかマリア様お願いですから祈ってくださいっていう大切なこの一節がございます。で、この一節のためにね、本当にいろんな作曲家がいろいろなメロディーでいろいろなハーモニーで、取り組んできてるんですね。で、それぞれですね、このエルガーもグノーもブラームスもラフマニノフもとってもね、ある意味おしゃれでもありますし、また本当に切迫してますし必死ですし、とにかく罪を犯してしまった自分たちのためにとにかくマリア様を祈ってくださいっていう
切実な思いで書いていらっしゃる作曲家もいらっしゃいますし、ぜひね、今申し上げた言葉、サンクタマリア、サンクタマリアでオラプロノービス、これが出てきますので、ここに書いてありますね、書いてあった書いてあった、ね、サンクタマリア、マテルデイ、オラプロノービス、ペカトリブスって書いてありますね。でこれをぜひ、ね、ちょっと覚えておいていただいて、この言葉が出てきたらですね、どんなふうにこの作曲家表現しているのかな、どんな思いなのかなっていうところをちょっと想像しながらね、お聞きいただくと非常に、興味深くお聞きいただけるのではないかなと思います。そして、後半のロタンチョミソですけれども、このロタンチョミソはですね、ヨハン・セバスティアン・バッハは1685年という年に生まれてますね。で、ヘンデルと同じ年に生まれてるんですが、で亡くなったのが1750年という年ですね。で、65年の一生の中でですね、まあ、ほとんど家動いてないんですね。それで、もう敬虔なキリスト教徒でいらっしゃって、で様々な彼なりのそのキリスト教への思い、まあ、自分のクリスチャンとしての、思いをですね、いろんな作品に仕立てていらっしゃいます。で、今日演奏いたしますこのロタンチョミサも全曲演奏しますと2時間を超えるんですけれども、ただ今日はその半分だけお聴きいただくということです。で、実はこの2時間を超える、全部演奏すると2時間を超えるこの大曲を25年ぐらいですかね、かけて書いておりますので、やはりそれほど彼にとって大事な曲であると同時にですね、とても、複雑で、彼なりにかなり考え抜いて書いた曲なのかなと想像できます。1749年に一応全部完成されてますので、本当に亡くなる直前まで書き続けたということになりますね。でこちらに書いてございます、そのキリエエレイソン、クリステエレイソンで、またキリエに戻って、まあ、キリエエレイソンというのは主よ憐れんでください、クリステエレイソン、キリストよ憐れんでください、でその後グロリアというのがありますけども、このグロリアインエクチェルシスデオエッインテラパクスオムニブスオネボルタティス、全部これラテン語ですけれども、右側にこう書いてございますけれども、こういった意味が歌われております。レクイエムもそうですし、それから例えば、ミサ・ソレムニスであるとか、キリエ・レイソンというのはあれですね、レクイエムでも出てきますし、でまたそのミサの中ではそのグロリアというシーンが出てきますけれども、神に対してね、本当に心から、敬意と、それから愛と、それから、その神への親しみ、それして、それをこう いかにこう讃えるか、そんなような、意味がございますので、オーケストレーションも非常に、華やかに、なっている部分が多いですね。特に今日は今こちらにセッティングされてないんですけども、後半はトランペット、それもピッコロトランペットといって非常にちっちゃいトランペットですね、その名手が3人揃いますので、非常に、楽しみでならないんですけども、今日はですね、実はオーケストラ特別に編成されております。でコンサートマスターは NHK 交響楽団の伊藤良太郎さんにお願いいたしまして、でもう日本代表するですね、もうソリストの方ばっかり、まあ、N 響からも、何名でしょうね、ファゴットのお二人も N 響ですし、コンドラバスの方も N 響ですね、セカンドバイオリンも N 響だし、でビオラの方は東京シティフィルの首席ですし、それチェロの方はここで山形交響楽団の首席、チェロ奏者になられますし、というようにですね、フルートの方はあれかな、日本フィルの方なんですけども、そういった方々、要するにこのバッハにすごく、シンパシーとしてね、共感をお持ちいただけるような方々ばかり、たまたま揃っていただきました。それで、最後から2曲目にですね、
でバリトンの杉山さんのソロがございます。でそこではですね、コントラバスの通奏低音、オルガン、そしてファゴットのデュエット、それに、まあコロナダカッチャって言うんですけど、なんでしょうね、ホルンのね、全くそのバルブとかロータリーとかついてない楽器で、まあ、吹くように書かれてるんですけど、まあ今日は、東京都交響楽団の岸上さんがですね、もう普通のホルンですけども、素晴らしい音色 でものすごく音楽的な、ホルンのソロでですね、バリトンの杉山さんと絡みますの でその絡んでいるところにまたファゴットのデュエットがね、いいところで、まあ、なんていうんでしょうね、まあ邪魔することもあれば共鳴することもあるし、またホルンとね、対峙することもあるし、ものすごくね音楽的に面白いシーンになっておりますので、そんなところぜひねお楽しみいただけたらなと思います。それではそろそろ時間になりましたので、ちょっと準備に移りたいと思いますので、どうか最後までごゆっくりお聞きいただきたいと思います。で、このフォレストはですね、随時新入団員も募集しておりますので、今日聞かれてですね、ぜひ一緒に歌ってみたいなって方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせいただけたらと思います。で私も、自分自身のね、演奏会の合間を縫ってですね、結構一月に少なくとも1回は行けますし、多い時だと2回ぐらい伺ってですね、まあ、一緒に練習もさせていただいてます。で杉山さんもですね、一緒になってああでもないこうでもないと、合唱団の皆さんとですね、いつも楽しく練習してますので、ぜひねご興味のある方は、ご連絡いただけたらと思います。それでは、あと3分ほどですね、準備してまいりますので、最後までどうぞごゆっくりお聞きください。